はい、ファミコン HS、 HS 通常に比べて、ハードシンキングでしたっけ、地球さん。ハイスピード、適当なことばっかり言っちゃった。通常のが 3g、うん、でこれが 4.2g くらいになる予定っていう感じみたいですよ。ほんとちょっとの差なんだけど、そうだな、送り込みたい時とかちょっと推進あるなっていう時にウェイトチューンするまでもないんだよねっていう時に使いやすい。フィネスキー特にベイトでやってる時なんかのこの 1.2g ぐらいの重量増の恩恵はめちゃめちゃで、じゃあ重いからアミコンじゃなくなっちゃったのかなっていうと、絶妙にね、見えるか見えないか、見えないか、そこちゃんとアミコンしとるっていう姿勢もちゃんと頭下がりだし、ちゃんとアミコンはアミコン。結構ね、重量だけね増すと重いけどお前別物じゃねえかってなりがちなんだけど、この子はいい塩梅にちゃんとアミコンしてるんで、打ち込んで出がかり回避率もさほどというかほぼほぼ変わらないぐらい打ち込んでも回避してくれるので、かなり使いやすいです。よっぽどタフじゃなきゃこっちを僕は使うことの方が多いです、今のところ。アミコンのアクション方法は着水したら沈めます、ちょんちょんってやります、ゆっくり巻きます、ちょんちょんってやります。めちゃめちゃ自由度高いんで、正直あんまりこうなんていうのかな、プラグってかしこまらなくていいっていうか、本当にまあまあレオンさんが言ってるようにジグヘッドの延長というか、ジグヘッドをプラグ化したらこうなるよねみたいなところがしっかり出てるので、なんだろうな、自由に使えっていうと結構困っちゃう人いるかもしれないけど、あんまりプラグっていう感覚じゃなくていい気もします。当然魚が浮いてればもう着水してすぐ巻いちゃうし、あ、今日ちょっと火星低いよね、沈んでるよね、浮いてないよねって時はもうそこまで沈めてあげればいいし、沈めてる間にね、プラグの強さでそこはもうバイト出ちゃったりするんで、僕なんかこれ使いたいなって思う時って、今日はワームしか食わないのかプラグでいける日なのかの判断基準にもしやすいです。当たりのバリエーションが結構コーンとかツンとかいろいろね出るんで、ある程度メバルとかやってる人だと、あ、今日は当たり方弱いな強いなっていうところで判断してる方も結構いると思うので、なんていうのかな、サーチベイトとして使うことが多いです。でもそうだな、サーチベイトで使えるんだけど食わせていけるんで、活性が低い時はね、もう当然スローに使えばいいだけなんで便利、でパンパンってアクション入れて、今日はアクションがいいのかな、巻きがいいのかなっていう判断するときにもかなり楽ですね。僕はそんな感じでアミコンは特に特別な感じで使ってないです。ねえちいちゃん。そうですね、でも僕もやっぱノーマルのアミコンを結構シンカーチューンして使ってたんですけど、それはそれでいいんですけど、やっぱりもうちょっとそのままで沈んでほしいなっていうのがあったので、ありがたいですね。そうですね、フロントのところにちっちゃいナス型おもりとかをつけて、っていう感じですね。ちょっと流れが強いなとか深いぞっていう時はそういうのを使ってますね。シンカーチューンはシンカーチューンでやっぱり使いどころあって、アウトウェイトっていうのがいい場合もあるんですって感じてて、なんだろうな、特にカサゴ族ガチャ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 音さしたい時とか、確かにやっぱりねアウトウェイト効くよねって感じてるから、じゃあHS 出て HS だけでいいよねっていうのはちょっとやっぱ僕の中では違うんだよな。どっちも必要、ちょっとメーカーっぽいな、どっちも必要ですって。
どっちも必要ですね、うん、まあでも、うん、必要だよね必要ですね。どっちか選べって言われても 困っちゃうの。あのシチュエーションでね、それはどっちがいいってことはあるんだけど、うん、やっぱりどっちもいいんで、使い分けるのも楽しいんで、いろいろ逆にこのね、HS にね、まだ僕試してないんですけど、アウトウェイト化してじゃあどうなるかっていうのもやってみたいなと思ってるし靴がやっぱ靴や。